ゆる弾道、カート丸ごと発射方式トイガン、モーゼル M712 を塗装してみた。そして、映画変な絵を見てきました。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。はい、皆さん、ごきげんよう。映画鑑賞家のジョニーな人です。今回はですね、前回の続きになります。ほら、このモーゼル、塗装しちゃったんですよ。かっこいいでしょ？でもね、今回は塗装を失敗しちゃったので、あまり近くでお見せできないんですよね。昨日、塗装したんですけど、途中から雨が降ってきまして。塗膜が縮むわ、表面が被るわではっきり言って失敗しました。でも未塗装状態よりはだいぶ良くなったでしょ？今回はこれの分解と塗装です。最後にはおまけの映画レビューもあるのでどうぞ。そんなわけでシーインで7,800円で販売されているモーゼルの分解と塗装をしていきましょう。工具なしで分解できるのはバレルやグリップパネルです。まずはマガジンをバラしてみましょう。ここにネジが2本あるのでプラスドライバーで2本とも外します。マガジンの上の方はここが爪で引っかかっているだけなので、開けば簡単に分割できます。スプリングがビローンと飛び出してきました。中にはフォロワーとスプリングしか入っていません。マガジンの分解はこれで終わりです。グリップパネルははまっているだけなので、隙間に爪を入れて引けば簡単に外せます。右側のグリップパネルを外すと中に本当のネジが2本隠れています。セレクターなどは別パーツになっていますが、爪を引っ掛けられないので、フレームをばらして、内側から押して外します。フレームを分解するには、右側に見えているプラスネジを外していくだけです。このモーゼルはコッキング用にフレームの上部分がスライドするようになっています。スライド的なパーツはプラスネジを2本外せば左右に分割できます。水色の装飾パーツは裏からピンを押してやれば簡単に外せます。左側のセレクターもフレームの裏からピンを押せば外せます。ここでタンジェントサイトも取り外せます。タンジェントサイトには可動式のメモリがあるのですが、このメモリパーツは盛り上がっている部分が右側に来るのが正しいようです。こっちは間違いですね。今回取り外した方が正しい組み方です。このメモリパーツははまっているだけなので、ひねって取り外します。スライドとフレームの中のスプリングなどの位置関係を覚えておきましょう。特に難しいところはなさそうです。ただ、リターンスプリングは小さいのでなくさないように注意しましょう。なくさないように小皿に入れておきます。このストライカーや、ハンマーはフレームの下半分を分解しないと外せないようですね。残りのプラスネジを全部外してしまいましょう。フレームの下半分が左右に割れました。同時にマガジンキャッチもスプリングごと外れてしまいました。チャンバー的なパーツは簡単に外せます。中にバリがあったので、後で削っておきました。シアー周りの構造というか組み合わせはこうなっています。ストライカーを外して、メインスプリングも外します。コッキングでストライカーが交代するとここの爪に引っかかる仕組みですね。トリガーも外して、シアーはスプリングごと外します。ハンマーは巻きバネが組み込まれています。巻きバネもなくさないようにしましょう。ハンマーも左右にパーツ構成なのでネジを外して分割します。左フレームからセレクターを外したら、全体を脱脂して塗装に入ります。まずは塗料の食いつきを良くするために、密着論を下地として吹き付けます。
次は素材の派手なカラーを抑えるために下地に艶消し黒を塗っておきました。結果として意味はなかったのですが、基本色としてアルミシルバーを拭いてみます。でも、この上にもう一度艶消し黒を塗っちゃいました。本体の塗装を乾燥させている間にグリップパネルをダルレッドで塗装します。弾丸はカートリッジ部分をゴールドで塗装します。銃本体の塗装が乾いたら、ここである程度組み立ててしまいます。まずはストライカーが通るレール部分にたっぷりとグリスを塗っておきます。組み上げた後にまた塗装するので、グリス類は表面にははみ出さないようにします。何度も分解したくないので、表から見えない部分のグリスはたっぷりと塗っておきます。このチャンバー的なパーツははめるだけでグリスアップはしません。次はハンマーを組みましょう。ハンマーの軸にグリスを塗って、動きが滑らかになるようにしておきます。次にハンマーの左側だけをはめます。そして巻きバネをテンションがかかるようにしながらセット。こんな風にセットします。ぐるんとテンションがかかるようにしましょう。そしてハンマーの右側をセットしてネジ止めです。こういう風に巻きバネのテンションがかかっていれば OK です。シアーをスプリングごと一緒にセットします。トリガーの軸にグリスを塗って、トリガーをセット。これで内部構造の発射メカ部分は OK です。次はマガジンキャッチをセットします。マガジンキャッチもスムーズに動くようグリスをしっかり塗っておきます。特に右側のフレームにはまる部分にはグリスをたっぷり塗っておきました。これでフレームの下半分を組み合わせてネジ止めします。下半分のネジ止めまで終わったら、スライド的なパーツの左側をはめます。これもレール部分にたっぷりグリスを塗っておきます。表にグリスがつかないようにレールにセットします。タンジェントサイトを取り付けます。この盛り上がっている部分が右側になるように組み合わせます。グリスを塗りたいところですが、グリスアップは塗装終了後に行います。軸受けの方にだけグリスを塗っておきます。タンジェントサイトを穴にはめ込みます。リターンスプリングをセットします。念のためにここにもグリスアップ。スライド的なパーツの右側をはめてネジ止めします。映像では省略していますが、すべてのネジ止めが終わったら、ネジの頭は艶消し黒を筆塗りで塗っておきました。
左右がくっついたら、バレルをはめて。セレクターなどの装飾パーツをはめ込みます。次はマガジンです。分解した時と逆の手順でフォロワーとスプリングをセットして組み上げます。グリスアップも忘れずにしておきます。ネジ止めしたら組み立て完了、塗装作業に戻ります。この時点で雨が降り出してしまい、ガレージの屋根の下で作業することとなりました。全体的に黒鉄色を塗ってみたのですが、湿気で塗膜が縮んでしまったため、翌日再塗装しました。グリップパネルはダルレッドの上に半光沢のクリアを吹いておきました。これは23日の組み立て映像です。塗膜が荒れていてかなり残念な結果です。可動部分にはできるだけグリスを塗ってあります。塗膜の厚みのせいでタンジェントサイトの可動はかなり渋いです。グリップパネルはまあいい感じです。マガジンも23日時点では塗膜にシワが寄っていてひどい状況です。弾丸に至っては、乾燥を待たずに塗り重ねてしまい塗膜が溶け落ちました。やっぱり、寒い時期に外で塗装するのはダメですねー。でも組み立てちゃいますけどねー。組み立てといってもグリップパネルを左右はめるだけです。そしてマガジンを刺す。出来上がりです。映像で見ても塗膜が荒れているのがわかりますよねー。作動の方は問題ないようです。塗装前のモデルと並べるとこんな感じです。やっぱり派手なままより、黒系の方がかっこいいですねー。玉に関してはこの後で筆塗りしちゃいました。いかがでしたか？寒さと雨で塗装が失敗したのが残念でした。これは24日に黒鉄色がなくなってしまったので、ガンメタルを上から拭き直したものです。ノーマル状態よりはいいでしょ？さて、ここからは昨日の夜に見てきた映画についてお話ししましょう。今回見てきた作品は変な絵です。本屋さんの店頭にこれの小説が並んでいたんですけど、文字を読みたくなくて漫画の方を買ったんですよ。で、映画化されたので映画を見てきたわけです。私、この作品の主人公って女性だと思っていたんですよねー。小説を読まずに漫画を読んだのですが、このキャラクター、女性に見えないですか？絵柄的にずっと女性だと思って漫画を読んでいたので、映画でこの役を俳優の間宮祥太朗さんが演じると知ってなんで？と思っていました。河合里奈さんも出演するというので、河合さんが主人公かなぁとも思っていたのですが、漫画で私の役を演じたのは間宮祥太朗さんだったんですよねー。映画化にあたって、主役の性別を入れ替えたのかな、そう思っていたのですが、そもそもこの漫画の主人公も男性だったのかな？原作となる小説を読んでいないので、どなたかそのあたりのことをご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄から教えてください。ちなみにこの作品、2チャンネルではボロクソに叩かれていましたが、普通にまあまあ、そこそこ面白かったですよ。1800円の価値はどうかと。映画の話題はこのくらいにして。それでは、なんだかんだで今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。